今日の山陰地方、平野部では最低気温が氷点下となるところはありませんでした。しかし各地路上にはまだ雪が残っていて、今朝も小雪が降る中、通勤通学の人たちが足元に注意しながら歩く姿が見られました。そして午後3時半ごろ、松江市では雷が鳴り、その後激しく雪が降る時間もありました。気象台によりますと、明日にかけて再び冬型の気圧配置が強まる見込みで、警報級の大雪となる恐れがあります。風も強い状態が続き、気温も上がらないため、路面などの凍結にも注意が必要です。おとといまでの大雪、そして再びの寒波、こうした中、農家ではブロッコリー畑に来ています。このように大部分は雪で覆われていまして、また手前はですね、もう完全に雪に埋まっています。白ネギやブロッコリーなどを育てているこちらの農場、大雪のためブロッコリーの収穫作業は一時ストップしていて、雪に長く埋まっている状況に不安を隠せません。雪焼けっていうことが起こります。本来だったら緑色なんですけど、雪が当たることによって、ちょっと時間が経てば白くなったり、茶色くなったり。見た目に影響が出ることから、出荷価格が下がってしまうこともあるということです。また、雪で水分を多く含んでしまうことにも懸念が。畑の溶け具合にもよりますけど、ここから先根っこに影響が出て病気のリスクが高まったりとかはあって、心配ですね。晴れが一番。一方、大雪による物流の停滞に気をもんでいるのは、長引く雪嫌になりますよね。松江メーカーの県外への発送にもこれが影響しているということなんです。松江市の老舗和菓子店、新春らしい生菓子の花びら餅など、さまざまなお菓子を販売するとともに、全国にも発送しています。ところが、この大雪で注文先に届かない事例が多発しているといいます。例えば24日に出したものとか、まだ届いてないというご連絡とかいただきました。1月は茶事とかもありますので、そういったお使い日が決まったお菓子が届かないというと、お客様にもご迷惑がかかりますし。新春の茶会に使いたいという注文で、首都圏などに向け花びら餅などを連日十数件発送しているところ、大雪で予定日に届かない事態が続いているといいます。雪による遅れは毎年多少はあるものの、年始めの茶事が集中する1月下旬を直撃されました。さらに新商品を始めまして、その発送のタイミングでもございましたので、通販用の新商品を発売したばかりのタイミングにも重なってしまい、一刻も早く大雪が解消してほしいと話していました。再びの寒波を受け、鳥取県は今日関係機関と情報連絡会議を開きました。大型車両の流入というものは最低限、止めておく必要もありましたし、改善点をですね、ぜひ皆様の方でもご協力をいただきたいと思います。24日夜には大雪の影響で、智頭町の国道373号で車数十台が立ち往生しました。会議では速やかな情報共有を図るとともに、自動車専用道路の通行止めに際しては、連携して早めに国道への大型車両の進入を止めることなどが確認されました。